の時代は必ず訪れる。ナオイタラ様が切り開くのだ。どうした男ども、かかってこい。まさかもう音を上げたのか。男が作るものはいつも大げさなだけで無意味だ。守りのイロハを叩き込めてりゃ違ったろう。多分俺を醜いと思いてえなら思えばいい。だが俺に恥じるところはねえ。てめえは最後にしくじった。私についてこい。ガシッと一緒に頑張りましょう。ここからどうするかだ。下品な男どもをゾロゾロと、いい迷惑だ。否定はできねえが、それはともかくてめえは邪魔だ。潰させてもらう。マサマル様、この再起こそがあなたの望みか。全軍押し出せ。断じて引くな。はっ。今あんたの瞳には何が映っている。何も見えてねえってんなら、カム竜王の天下ってやつを見せてやるぜ。あんたは見事に這い上がってみせた。俺は敗れた連中全てにそんなチャンスを与えて竜王の世は理解しただろう。気に入ったならあんたも来な。竜などと辛い張りのいいところだ。これだから男は男だ女だとくだらねえ。わめいてないでさっさとかかってきな。私の思いだ。女が狩猟で何が悪い。何がおかしい。聞いてみろよ。必ず立ち上がる。見せてみな。あんたのエボリューションもな。いけない。冷静になれ、ナオトラ。あんな熱血バカどもと一緒になるな。俺は諦めねえ。俺の理想、望みのままに。誰もが必ず立ち上がる。これよりは乙女が強く生きる時代。世の男ども、覚悟しておけ。思い知ったか男ども、その身に刻み込む。このまま覇王と刀匠が睨み合ってます。お尋ね者、
思い知ったか男ども、その身に刻み込んだか男ども、これがお前たちが踏みにじってきた乙女の底力だ。はい、お見事です直虎様。それに直虎様の勇姿に勇気づけられた乙女たちが我が軍に加わりたいと。よし、迎え入れろ。そうだ、私たちの思いが届いたんだ。直虎様、あなた様についてきて本当によかった。おい、大丈夫か。乙女が世のため、いざ。乙女の誇りに超素敵、紳士王国堂々完成。我が輩、誰かに見せたくてたまらない。すぐだ。なんだあのヒゲ男どもは、嫌悪と苛立ちが止まらない。義明様、先ほどの御仁は敵でございますだよ。なんと趣味の悪い影武者があんなにも。我が輩の超素敵紳士王国に早速攻め込む者が。極秘に進めていた人類皆ヒゲ紳士計画が漏れたのかね。ではタダで返すわけにはいきますまいだね。その通り、この素晴らしい超絶素敵紳士王国をしっかり自慢して世に広めてもらおうじゃないか。さあ、この素敵な贈り物を渡すんだよ。やつも疲れ衰えるはずだ。その思いだ。その兆しを見逃すな。あの子に文を当てたのはどこのどいつだ。名乗り出ろ。私がこの目で見極める。私の剣を受けたんだ。朦朧として当然だ。乙女が強く生きる時代、世の男ども、覚悟しておけ。直虎様、鍛錬か。織田軍さん、おかしな仕方っす。待ってくださいっす、おやっさん。ねえおやっさん、ハル様はどうして、どこへ消えたんでしょうか。この辺り、
お尋ね者、あれがな。鍛錬か。かつて私にも結婚の約束を交わした相手がいたのだ。あいつは男だからと出しゃばることもなく、物静かで腕も立つ申し分ない奴だったよ。だがそんな私の幸せは砕かれた。世にも暑苦しい甲斐の虎武田信玄によって。な、直虎様、お気を確かに。すまない。だがまさに祝言のその日、武田との戦が長引き、私が向かった時にはもう。もしやそのお方はすでに。そう、私を置いて去った後だった。卑劣で厚苦しい武田軍め、わざと戦を長引かせ私を陥れたんだ。乙女が世のため、いざ。様の元へと戻るだけだ。夜の戦場で忍び三人とくれ、こうなるのも当然だろな。あ、まだあらわなその乙女忍びを襲ってる。一体何をするつもりだ貴様ら。おまけに間の悪いお客さんと来た。夜はうちらの時間だって教わらなかった。お前らと遊んでいる暇はない。この情報を持ち帰らなければ。剣心さん、あんたが俺たちに仕掛けてきたのは偶然か、それとも戦忍びをまとめて始末ってことか。さーて、ここで問題。この俺様は本当に生身の俺様でしょうか。足利のためじゃない。私の働きは決して、私の牙はまっすぐ届く心強い。もう優しくはないぞ。命を惜しむなら立ち去れ。ジャスケは一体何を掴んでいる。くそ。ま、ここでの勝負は痛み分けってことで。私たちの戦いぶりを見て、世の。鬼島津が。何やら必要。これは現実じゃない。そうだ、夢だ。私は夢を見ているんだ。夢なんだ。剣心様、剣心様。大友ダビーランドは夜に閉まる模様。お尋ね者、あれが直虎様の言う悪しき男なのですね。私たちの戦いぶりを見て、世の男たちは味方を変えつつある。よし、このまま。おい、どうしたその顔。いいえ、これは乙女が世のため。